はい、皆さんこんにちは、井川直介です。今日はディールクアップについてね、またちょっとね、説明をしたいなっていうふうに思います。ですね、今、この MT 商品っていうのがありまして、ID と、それからコード、それから金額が記載されてると。で、MT 金額というところには金額が振られていないということになってますね。で、巷でなんですが、Google とかでよく検索していただくとわかるんですけど、DLOOKUP でスペースを入れるとですね、複数条件みたいなね、ことがありまして、どうも、DLOOKUP で複数の条件を検索したい。つまり、今のまま、この例で言いますと、金額の、テーブルで ID とコードを使って、こちらのね、金額を、抽出したいというような、ことがネットで見てるとよくあります。はい。皆さんならどうしますかというお話なんですね。で、DLOOKUP と複数条件っていうのは、D を V に変えていただくとですね、VLOOKUP 複数条件っていうのもいっぱいありまして、なんていうんですかね。こう、ルックアップ系のね、関数が、すごい好きだなっていうふうに思うんですけど、一応、DLOOKUP でやる場合っていうのは、こういうふうにします。はい、ここに金額のところが入ってるんですが、ズームでドンってやると、こういう、式になりますね。はい。DLOOKUP、金額ってどこにあるのったら MT 商品にありますよ。で、コードとコードが一緒で、かつ、ID と ID が一緒のものっていうふうに なりますね。ちょっとね、上から言っちゃうんですけど、アクセスを勉強し始めて、この DLOOKUP のこのコードを書ける人って僕、そういないと思いますね。DLOOKUP って、前回か前々回かちょっと忘れましたけど、オートルックアップクエリを凌駕するっていう風になってて、すごい便利な関数なんですが、めちゃくちゃシビアなんですよ。何がシビアかと言いますとですね、このクォーテーションね、文字型とまず数字型ではクォーテーションが、の数が違う、文字型の場合にはシングルクォーテーションが入るし、数字型の場合にはシングルクォーテーションが入らないっていうようなことになってるんですよ。で、DLOOKUP で一番もうお目にかかる、ものすごいエラーっていうのが、型が一致しませんとか、そういったのがバン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 上がってくると思うんですね。で、これ嫌になってしまうんですよ。で、こういった場合に、わざわざ DLOOKUP を使う必要があるのかということを、今日はご紹介したいんですね。で、ちょっとね、皆さん、ここの、ちょっとテーブルをコピります。はい。で、Excel に貼ります。はい。はい。で、ちょっと考えていただきたいのは、ここと、ここを合体させます。はい。ね。そうするとですね、ここ、見た目、パッと見た目わかりますかね。ここが1位のキーになってるっていうのを理解していただきたいんですよ。DLOOKUP の複数条件でやる場合っていうのは、私がお目にかかった案件で、必ずと言っていいほど主キーがありません。主キーがないんですよ。だから、これはもう初めのね、動画から言ってるんですが、主キーのないテーブルっていうのは、クリープを入れないコーヒーっていうかね、コーヒーの元すら入っていないテーブルということになるんです。だからこういうテーブルっていうのは、作ってはいけないんですね。作ってる方には申し訳ないですけど、私は作りません。だから何でもいいから、やっぱり主キーはつけるっていうことね。そして、結局、DLOOKUP で、複数検索するっていうことは、その、例えば今回で言うならば、ID とコードを合わせたものが1位のキーになっていないと、検索ができないんですよ。わかります？検索ができないんです。そうですよね。だって、こことここを合わせて、こう ID とコードを合わせて、同じキーができちゃったら、DLOOKUP は機能しないですから。それはオートルックアップクエリも一緒。1位のキーがないとダメなんです。何でしたっけ？VLOOKUP もそうだしね。だから、がむしゃらに、こういうふうにキーを合わせてやるっていうのが、これは Excel 的な考え方なんですよ。じゃあ、これね、これをやろうと思ったら、
こっちも同じものが出てくるんです。これはクエリーでやってます。クエリーでやったらどういうふうにしてやるのって言ったら驚くほど簡単なんですよ。はい、ドンと。はい、こういうふうに してます。金額と、それから商品の ID とコードを線でつなげば同じ結果が得られます。はい、本当なのっていうふうにして上司に疑われる場合がありますよね。それをやっちまいましょう。はい、ドンと。ここでこうやってね、やって、ほいで、あ、ごめんなさい、金額。はい、じゃあ本当に合ってるのかどうか、エクサクト関数でやってみたいと思います。エクサクトってのは便利な関数でね、以前は疑う上司は if 関数でやっちまえっていうふうに言ってたんですが、僕は最近エクサクト関数を使ってますということですね。はい、ドンと。はい、全部 true が返ってきます。true が返ってくることは、d 列のセルと i 列のセルの値が等しい。ね、ここがもし、違っていたら、どうなるかというと、ここは false が返ってくるということで、この、dlookup 関数の複数条件で抽出した金額と、それからクエリでやった金額というのは等しいということが証明されました。はい、どうですかね。これが結構ちょっと種明かしなんですけど、こういうふうにすると、複雑なね、複雑な、先ほどお見せしました、違うな、これか。先ほどお見せしましたね、この金額というこの、dlookup 関数のこの複雑な式を書かなくても、あっという間に答えが出てしまうと。ID と ID、それから、商品コードと商品コードをつなげ、コードとコードをつなげれば、あっという間に出てくるということですね。しかも dlookup 関数を使うよりも、クエリを使った方が絶対に早いし、間違いがないということになります。で、皆さんがですね、dlookup 関数をこう頭を、ね、使ってね、どうやって書くんだろう、ね、しかも、文字型、それから、数字型、ね、そういったことを頭を悩ませるよりも、行き着くところ、やはりアクセスって何っていうと、クエリーなんですね、クエリーをちゃんと作れるようになるということがすごい重要になるわけです。この動画を見ていただければですね、世の中からdlookup 複数条件という検索ワードが消えるんじゃないかっていうようなくらいでございまして、で、種明かしってこんなんなんですよ。ね、種明かしってこういうことなんで、皆さんが、この動画を見てね、ああそういうことだったんだっていうふうに思ってくれたらものすごく嬉しいですね。なので、何回かにわたって dlookup 関数を説明しましたけど、dlookup 関数がオートルックアップクエリを凌駕するっていうあのシーン以外は、ほとんど使わないですね、dlookup っていうのは。あと私が紹介したのは何かっていうと、まあ、dlookup 関数の意外な使い方、あそこもまあ使いますね。それから、簡単なテレアポシステムっていうふうにして dlookup 関数を使うようなこともあります。ただ、何回も言うけど、何かを抽出するっていうのは、やっぱりクエリーでやるということ。そして補助的な面で、例えば関数を使ってあげる。例えば dlookup 関数、dsum 関数、それから、何ですか、例えばちょっと dcount とかね、ただそれはもうほぼ集計クエリーでやれるので、集計クエリーでできちゃうんでね、うん、まずはクエリーを考えるっていうこと、アクセスを使ってるんだからクエリーを覚えましょう。クエリーを覚えてどうしてもできないっていう時にだけ関数をちょこちょこっと使うと。いうことですね。なので、私の動画を見ている方は、まず、dlookup 関数で複数の、検索をしようと思うんだったら、一旦、まあ、アクセスでも何でもいいです。あ、エクセルでも何でもいいですわ。こうやって、そのね、検索コード、2つになっているものの検索コードが1位になるかどうかっていうのをまず考えてみてください。そこでもし1位になってるんだったら、格好悪いかもしれないけど、こうやって言葉を合わせてしまえばいいんですよ。そこで主キーを作っちゃうんです。アクセスっていうのはフィールドが256まで入るんで、1個ぐらい作業のね、フィールドがあったって、それは誰も気にしませんから、テーブルなんてほぼ見ないからね。ぐっちゃぐちゃのね、ガッチャンガッチャンのテーブルなんて誰も見ないんで、でそこでクエリーを使ってやってあげるということですね。次回は、このクエリーを、ごめんなさい、この、
検索ワード今2つありますよね。この検索ワード2つあるのを使って、ちょっと面白いことをやってみたいというふうに思います。はい、いかがでしたかね。はい、では今日はこの辺で失礼します。はい、来週かな、わかんないけど、また次回お会いいたしましょう。はい、いかがのおすけがお送りしました。さよなら。